空から見たスイス・ジュネーブです。この地下に円周27キロにも及ぶ巨大な装置があることを私たちはほとんど知りません。巨大な装置は加速器と呼ばれています。加速器とは何なのか、実は歴代の多くの物理学者が加速器によって未知の世界を探ろうとしてきたのです。美しい自然にあふれる地球、私たちはこうした自然の中で生まれ育ってきました。そしてある時思うはずです。今見えているいろいろなものは何からできているんだろうと。ものが何からできているのか、それを探るために私たちは顕微鏡を発明しました。レンズを通して見るミクロの世界、それは今までに見たことのない世界でした。しかし私たちの好奇心はそこだけにとどまりません。さらに物質の構造を極めようとしたのです。隠れて見えないものを見たいっていう、その知的好奇心ってのは、これは人間誰でも強いと思うんですね。その道具立ての一番、典型的なものが加速器と言えるかと思うんです。隠れて見えないものを見る道具だという加速器。一体加速器とは何なのでしょうか。それを知るためには少し物理の歴史を遡る必要があります。イギリスで最も古い大学の町といわれるケンブリッジ、歴史的な建物が残るこの町にノーベル賞を受賞した多くの物理学者を生んだキャベンディッシュ研究所があります。Great upsurge of interest in fundamental physics was began round about the early 1890s with the discovery of X-rays. In the next year, the radioactivity was discovered, and these sparked great interest in what the nature of these properties were. 放射能の発見と同じ頃、もう一つ偉大な発見があります。ジョセフ・トムソンによる電子の発見です。トムソン、who was one of the first directors of the Cavendish Laboratory, was one of the first people to demonstrate the existence of subatomic particles, so the atoms could be split up. The apparatus that we have here shows the types of experiments which they did to demonstrate the existence of the electron, the very light particle within atoms. トムソンの指導の下で原子の研究を行っていたのがアーネスト・ラザフォードです。ラザフォードは薄い金箔にアルファ線を当てる実験を行い、大部分はアルファ線を通過するが、一部が跳ね返ることを発見しました。この実験で原子核を発見したのです。そして次は原子核の構造を解明する番だということをラザフォードは考えていました。ラザフォードっていう人が自然の放射能であるラジウムなんかから出てくるアルファ線という、これは結局粒子なんですけど電気を帯びた。それを原子にぶつけて、それで原子の中に原子核があることが分かった。だから詳しく調べたかったら、人工的に電気を帯びた粒子を速いスピードにする装置、それが粒子加速器というわけでね、それを開発しようと、そういう動きになったわけですね。
粒子を加速して原子に衝突させ、物の構造を調べる。その粒子を加速させる装置が加速器なのです。そしてこれが世界初の加速器、ロンドン科学博物館に展示されています。イギリスの物理学者ジョン・コック・クロフトとアーネスト・ウォルトンが共同で製作したので、コック・クロフト・ウォルトン型と呼ばれています。 Well, now, about the machine, we have to go back to some rather simple physics. And that is that if you have a positive charge, it's going to be attracted to a negative charge. So the big idea was that you got a plate with a small hole in it, which you charged up to a very negative voltage. コック・クロフトとウォルトンはラザフォードの助手としてキャベンディッシュ研究所で加速器の研究をしていました。それは電気を可能な限りたくさん貯めることで高い電圧を得ようとする装置でした。 This particular photograph here is the sort of classic one, and that's my father sitting inside the little hut there. The high voltage is applied across this tube here.The protons which he used were produced up there, and they came down here, and then they banged into a lithium plate, which my father looked at through a microscope. Now, I don't think the microscope's in that particular photograph. しかし、このマシンでは高いエネルギーを出すことができず、加速するスピードも限界がありました。そこで、もっと高いエネルギーを違う方法で出力させる加速器を考案した人物が登場します。アーネスト・ローレンスです。ローレンスはアメリカ・カリフォルニアにあるバークレー研究所で、原子核を壊せるだけの高いエネルギーを出力させる加速の方法を考えていました。そして全く違う方法で粒子を加速させる方法を見つけたのです。これはローレンスが作った最初の円形加速器、サイクロトロンです。磁石を使って粒子の加速度を持続して高められるように円形になっています。サイクロトロンというのを考え出すわけですけど、その原理はですね、交流の電圧でプラスとマイナス、プラスとマイナスとこうなって、でこの電極の間である瞬間こう加速されて出てくる、出てきた頃にはプラスマイナスが変わってるから、次の電極との間ではまたこっちがプラスでこっちがマイナスになるから、また加速できるというふうに繰り返して加速できると。こうして作られたサイクロトロンはその後の加速器の主流となっていきます。そしてサイクロトロンの生みの親ローレンスはその後日本と大きな関わりを持ってきます。日本の加速器の歴史を語る上で欠かせない一人の日本人物理学者がいます。仁科芳雄です。仁科芳雄は現代物理学の柱の一つとなっている量子力学をイギリスで学び、その後理化学研究所で原子核の研究を進めました。現在も創設当時の理化学研究所の建物が東京文京区にあります。そこには仁科が加速器の研究を進めた貴重な資料が残されていました。こちらが仁科先生の研究室とか書斎だったんですか？そうですね、昭和10年にサイクロトロンを作られる時に、その時にこの建物が作られまして、それでここで執務されてたわけです。でこの机にこれが机ですね。当初仁科は60万ボルト級のコック・クロフト・ウォルトン型の建設を計画し完成させました。
しかしその後、ローレンスが手掛けたサイクロトロンが主流となると考えて、アジア初の小サイクロトロンを完成させたのです。小サイクロトロンは非常にうまくいったんですけれども、大サイクロトロンはなかなかうまくいかないので、一応ローレンスに教えてもらおうと思って、それで昭和15年にこの矢崎先生という方がいらしたわけですね。それでローレンスのもう出来上がっているサイクロトロンを見学されて、それでいろいろ参考、いろいろ教えていただいて帰ってこられて、そしてこちらで設計が作られたわけですね。そしてこの青写真を持って大サイクロトロンを作られましてね。で、大サイクロトロンが完成したのが18年の暮れですかね。西名が大サイクロトロンの建設を始めようとした頃、日米関係は悪化し始めていました。しかしそれにもかかわらず、ローレンスはサイクロトロンの情報を西名に教えていたのです。戦争は始まってなかったんだけども、アメリカはその科学者たちを集めて、それを軍事研究にどう協力さすかということを考えてた時期ですね。でそのためにそういう著名な研究者が日本の研究者と接触するとまずい雰囲気があったわけですね。ローレンス自身はちょっとまずいけども、結局その青写真だとか文献だとかみんなその若い研究者に渡してくれて、でそれを得て日本で西田先生は改めて、ただそれだけちょっと遅れましたから、その完成がもう終戦のギリギリぐらいだったんですね。で物資も不足してきてたし、でもそういうふうに彼は親切にやってくれたっていうのが、戦争前夜ですけどもあったということですよね。西名が初の大サイクロトロンを完成させた1943年は第二次世界大戦の真っ最中でした。やがて迎える終戦、戦争が終結したものの、西名にとって、そして日本の加速器の発展にとって悲劇が訪れます。終戦後、日本でのサイクロトロンの研究は核開発につながるとして GHQ により破壊され、東京湾に投棄されてしまったのです。戦後、この西名先生のこのサイクロトロン地震、東京湾に米軍によって沈められたということがありまして、京都大阪にも大学にも、サイクロトロン作って、それも沈められたりと、そういうことになりまして、日本でのこういう分野の研究っていうのはもうゼロから出発しなきゃならないと、そういうことになったわけなんですね。当時日本では理化学研究所のほかに大阪大学、京都大学でもサイクロトロンを建設していました。しかしそれらもそれぞれ破壊されてしまったのです。で、西名先生が一番熱心にその存続させてくれっていうことを言って、でそれでかえってその注目を引きすぎたというような見方もあるようですけども、大阪や京都の人はあんまりそういうことはやってなかったんだけども、日本には他にもあるらしいということで大阪京都にも来て、で、壊されるわけですけど、西名の願いも虚しく、サイクロトロンは海の藻屑となり、日本の加速器研究は低迷します。しかし一人の人物が救いの手を差し伸べます。あのサイクロトロンの生みの親、ローレンスです。数年後にそのローレンス自身が日本に来て、でその GHQ その占領軍のヘッドクォーターに日本でその基礎的な研究っていうのは再開すべきじゃないかっていうことをアドバイスしてくれるわけですよね。でそこから放射性同位元素を西名先生が輸入することができるようになって、それから小さいサイクロ、大きいサイクロとやりいくんですけども、西名先生残念ながらサイクロトロンの再建までは目にされることなく亡くなるんですけどね。
戦後、米ソの冷戦時代、世界では競争を原動力に様々な科学技術が発展していきます。加速器もまた各国が競って建設をしてきました。それに伴い加速器を使った研究はさらに進むことになります。1960年代には原子核レベルではなく、さらに小さな物質の世界、素粒子物理学へと進んでいきます。一方、遅れを取っていた日本でも仁科の意思を継いで、若き物理学者たちは原子核物理学の研究を進めます。その中にはノーベル賞を受賞した湯川秀樹や友永慎一郎がいました。そして日本の加速器研究は、素粒子物理学と原子核の構造そのものを研究する2つの流れに分かれていきます。戦後、原子核や素粒子物理学の研究の拠点となったのが東京大学原子核研究所です。1955年に東京大学に原子核研究所というものができたんです。でそこに各大学では作れないような日本全体として最高のものを作っていこうという、そういう考え方が生まれてきたんです。開かれた研究所としてスタートした原子核研究所で、新しい物質研究の可能性に向けて建設されたのが電子シンクロトロン INSES でした。直径10メートル級のこの加速器は、まさに日本の加速器の新しい時代の幕開けともいえるものでした。しかし1960年代末には世界の素粒子物理学の流れには追いつかなくなります。もっと高いエネルギーを得られる加速器が必要でした。そこで誕生したのが文部省高エネルギー物理学研究所 KEK です。いわゆる共同利用研究所ということになりまして、この1971年に高エネルギー物理学研究所というのができた時には、文部省としては初めてのですね、大学共同利用のための全国共同利用研究機関としての研究所を作るということで、特別の省令を作りまして、それで71年に発足したわけですね。全国の共同利用機関として誕生した KEK はまさに地の結集の施設でした。そしてそこで完成した加速器 KEKPS は INSES の10倍の直径を持つ巨大なものでした。1970年代に入ると素粒子物理学はさらに進みます。未発見の粒子の探索は宇宙の起源の研究にまでつながっていきました。それに伴い、さらに高エネルギーの加速器が必要になります。 KEK は光の速度に近い速度まで粒子を加速させることができるトリスタンを完成させます。この電子陽電子のその加速器は、その時に、その時点では電子陽電子の加速器としては世界で最高エネルギーを出したんです。トリスタンができて、その時点では世界最高の電子の加速器ということになって、やっと、トップになった。東京湾にサイクロトロンが投棄されてから40年、日本の加速器は世界と肩を並べたのです。現在、高エネルギー加速器研究機構となった KEK は、歴代の研究者たちの技術を受け継ぎ、最新の加速器 KEK-B が稼働しています。粒子を加速して衝突させ、
小さなビッグバンを作り出し、その粒子の振る舞いを測定しているのです。人類はとうとうビッグバンと同じ状況を加速器によって作るところまで来ました。KEK が素粒子物理学への探究から高エネルギーの加速器を開発していった一方、理化学研究所では原子核の構造そのものを研究するために西名の意思を受け継いでサイクロトロンを建設してきました。理化学研究所 の場合は特徴はそのサイクロトロンで重イオンといいまして、そういう元素を加速する、そうした上でサイクロトロンで加速してエネルギーの高いものを作ると、そうすると、非常にこう夢が、膨らんできていろんなものが作れるわけですね。でそういう、道をつけたのが理化学研究所 この第4号機の非常に大きな意味だったと思うんですね。こうした原子核の構造の研究は社会に大きく関わる研究につながっていきます。それはもう一つの西名の意思ともいえるもの、加速器の社会への応用でした。加速器の社会への応用はさまざまな分野で実現しています。医療分野もその中の一つです。放射線医学総合研究所で稼働する加速器が重粒子線がん治療装置ハイマックです。重粒子といわれる粒子を加速させがんに照射しています。がんの患部だけに狙いを定めて正常な組織の障害をできるだけ少なくして治療ができるのです。今の理化学研究所もその原子核物理学の第一線の研究もやって、おりますけれども、それと同時に、生物関係だとかあるいは材料とかそういうものに、サイクロトロンのビームを応用しようというそういう思考が非常に強くて、それが発展してきました。西名が夢半ばで亡くなってから半世紀、加速器は確実に社会に応用されています。それは放射光という技術でも生かされています。電子が磁場の中で曲げられるときに発生するのが放射光です。放射光を使って物質や生命に関する研究を行っているのです。理化学研究所で2008年から稼働する RI ビームファクトリーでは、今まで建設してきた加速器と最新の超伝導リングサイクロトロンをつなげて、さらに詳しく原子核の構造を解明しようとしています。 RI ビームファクトリーを、いよいよ動き始めてですね、その、心臓部になる装置が超伝導のリングサイクロトロンって、世界初、世界最大、世界最強のサイクロトロンが、いよいよ動き始めたんですけども、おそらく今まで原子核はこういうもんだろうという常識がありますけども、その常識を覆すようなですね、非常に興味のある、興味をこう沸かせるようなですね、現象が多く見つかると思います。日本原子力研究開発機構と KEK が共同で開発を進めている大強度陽子加速器施設 J パークでは、物質の構造を探る応用研究や原子核やニュートリノで宇宙の謎に迫る実験が行われます。 J パークは実はその両方の側面をですね、カバーしたいというのが私の夢なんですけども、その素粒子原子核で究極の論、そういう自然の法則を極めてですね、中性子や民音を使ってもっとこう世の中に役に立つようなことをできるだけ開いていきたいということですね。世界最大級の強度を持つ陽子ビームを使う J パーク、そして巨大な加速器をつなげる RI ビームファクトリー、
加速器はどんどん巨大化しているのです。スイス・ジュネーブです。ここに世界最大の加速器 LHC を持つ欧州原子核研究機構 CERN があります。 LHC の円周はなんと27キロメートル。スイスとフランスの国境をまたぐ大きさです。Nuclear and particle physics are about understanding the constituents of atoms, the world inside the atom. And in order to see this world, we can't use microscopes. It's so small. So to see this world, we have to hit these objects with tiny particles. And the deeper we want to look, the harder we have to hit, the more energy we need. This is why our accelerators get bigger and bigger when we want to look at something smaller and smaller. 物質の構造を探るためにより小さな世界を見ようとして加速器という道具を発明した私たち人間。そしてさらに小さな世界を見ようとすると逆に加速器はどんどん巨大になってきました。それに伴い加速器を建設したり実験を続けるには一国ではできなくなっています。I think for several years now, for many years now, it's been impossible for one country to develop research in nuclear and particle physics because these experiments and the laboratories are so sophisticated and so expensive, we must have international collaboration. かつて加速器の開発はそれぞれの国が競争をしながら進められてきました。しかし今はそうではありません。お互いの協力が必要なのです。そしてそれは単に建設費用だけではありません。世界中の研究者たちが手を取り合い、知恵を結集させなければならないのです。We need the brain power, clearly, of all of the community out there. The particle physics community in the worldwide is not very large.So we have to come together and put all of our brain power to try to solve problems, to design new detectors, to design new accelerators, to build them and to operate them. 物は何からできているんだろう。宇宙はどうして作られたんだろう。誰もが持っている好奇心から物理学者たちは研究を始めました。そしてその研究の道具として顕微鏡から始まり加速器を発明したのです。人類が考え続けてきた謎を今世界中の物理学者たちがつながり加速器を使って解き明かそうとしています。そして謎は新たな謎を生みます。その新たな謎はきっと次の世代が解き明かしていくに違いありません。